チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。えー、本日はおなじみ柿野先生とともにお久しぶりとなってしまいましたをおなじみの玉木郎先生の事務所にお邪魔させていただいております。玉木先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大変遅くなりましたが、参議院選挙ではあの我々九国進取担が掲げております。まあ中小企業,、はい、企業支援策となる規制の影響の定量的評価を公約盛り込んでいます。はい、ありがとうございました。あの盛り込ましていただきました。 これねあのしっかりと実現に向けてやっていいきたいなと、まあ、やっぱりねあのどん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 新しい規制が出ていくんですできてくるんですけどその規制が一体社会に対して経済に対してどういうですねまわしの負荷を与えているのかということをちゃんと分析をしてそしてやっぱりスクラップアンドビルドをですねやっぱりこうきちんとあの体系化していくことが大事だなと思いますのでこれからもしっかり取り組んでいきたいと思います。はい まあ、あの我々としてはあの規制のコストを計算しましょうで、はい、弱い者いじめではなくて中小企業支援なんだということを提案させていただいて、はい、もうありがとうございます、はいはい、でそれで、まあ、参議院選のお話なんですけれど、まあ、あの参議院選挙の結果についてお聞きしたいんですが、はいまあ、2022年度の政府予算に賛成されたことも含め、はい、参議院選挙をどのように総括されているのかということを はいあの、まあ、残念ながらですね議席自体は2議席減らしてしまって、まあ、これは本当に特に現職で一緒にやってきたですね矢田和歌子さんとかあるいは大分県の足立信也さんとか、えー、仲間を失ってしまったことはもう痛恨の極みだと思っていますで一方では去年の衆議院選挙と比,べると比例票がですね、えーまあ、259万票から316万票に約まあ57万票増えたと。 でまあ、各党実は自民党も166万票、えー、公明党も100万票近くそして立憲民主党は470万票共産党は55万票と減らしている中でですね我が党はまあ57万票と増やしていたのでここは大切にしていきたいなとで特にあの10代20代30代の若い人たちの支持が厚くなっているのは各市庁舎からも明らかですしあと首都圏で結構強くなってきているので、まあ、こういったところはしっかり生かしながらですね でももややははりりそうは言ってもやってぱり実力不足足腰をもっと強くしていかなければいけないということがもう反省総括なので選挙終わった直後から早速ですねもう年内に47都道府県を代表自身が全部回ろうということで今回っておりまして39都道府県まで今回っておりましてですねこれをしっかりとあの広げていきたいそしてやっぱり民主主義の原点はですね 我々の思いを直接全国に伝えそして直接またご意見を伺って受け止めてそれを政策や党運営に反映させていくと、まあ、真の意味での政党の近代化をですねこの機会にぜひ成し遂げたいそして大きく飛躍をしていきたいというふうに思ってますので皆さんもよろしくお願いします。はいもう あの私としてはもう党というより個人でいろんな政党の方とお付き合いさせていただいて一番最初にあのインタビューさせていただいた時に、はい、失礼ながら本気で総理大臣になりたいですかとお聞きしたらいつか必ずなりたいとおっしゃっていただいて、はいでまあ、今回、まあ、2次席減らしてしまったということは一歩交代とは思うんですけれどその代わりに得たもの玉木先生が総理大臣になることに国民民主党として近づいたものがあったのかというところをお聞きしたいんです。あのこれはですねあの もう選挙を通じてしかある意味認知度が高まっていかないっていうところが特に小さい生徒はあるんですけれどもまあ我々の掲げるですねまあ給料が上がる経済そして自分の国は自分で守るというですねこういった基本的なその政策の柱についての,その認識がやっぱり広がってきたということはあの実感してますし今全国回ってても街頭演説とかしますと半分弱ぐらいはねもう若い人なんですよね。 働いてまだ間もない20代30代の若い人がたくさん来てくれるのでこれはね新たにこうしっかりつかんだ今までの政治がなかなかつかみきれなかったあのところだと思いますしで単にそのこうブームとかポピュリズムじゃなくてよく考えてですねやっぱこれのままじゃ日本じゃ駄目だと特に自分の生活も未来もっていうことを考えた人たちがあの来てくれてるっていうのはですね救い出しそれに応えていく責任をですね より一層感じた参議院選挙だったと思います。 はい、では具体的な政策のこともお聞きしたいんですけれども、はい、先日、物価高に対応するため総額23兆円規模の緊急経済対策を岸田総理に申し入れをしたと、はい、でその中で、まあ、実は我々、柿、ま、野、あ、とともに考えていた再エネ賦課金徴収停止、はい、あるいはまあずっとあの主張されているトリガー条項凍結解除を含め、はい、まあこれをご説明していただいた後じゃ岸田さんに言ってこれが通る見込みがあるのかということも含めてぜひお願いします。はい、あの先般総理 直接行ってですね我々も9月の13日の時点でまだどの党もですねみんな統一教会と国葬であの一色だった時からですねやっぱりせあのきちんと選挙で掲げた公約を実現しようということで23兆円の緊急経済対策をままとめました、まあ、今でもですね15兆円のデフレギャップ需要不足があるとこれはもう私の代表質問に対して総理自身が明確にお答えになったのでであればまずは需要不足を解消すると。 で加えて物価高騰対策、まあ、この大きな2つの目的のために作った総合経済対策なんですけど総理に強く言ったのはですね今のまま行いくと確実にスタグフレーションになりますよとで物価は上がるでもこれはコストプッシュインフレで、うん、え特に日本の場合はエネルギーの上昇要素が強いので,でそれはまあ非常にこう対外に依存しているということから生じる、まあ、外政的な要因でなっていると需要が豊富でですね、うん アメリカのように要が合成でそれで賃金も含めて上がっていくっていう状況とは全く違うので、うん、とにかく可処分所得の減少を今もう何が何でも急がないと景気が悪くなるでも物価は上昇し続ける円安は続くと、うん、悪循環にもう入りつつあるのでとにかく緊急でやってくださいということでインフレ手当の10万円の一律給付とかですね消費税の次元減税とか、まあ、こういったことと合わせてですね やっぱりガソリン価格のさらなる引き下げと電気代の値下げですね、うん、ここはですねかなりですね詳しく説明しました具体的にこういうやり方がいいと、はい、一つは我々、まあ、再エネ賦課金の徴収停止ということを言ってますが、まあ、併せて、まあ、燃料調整費ですね、うんまあ、ここのサーチャージのところもですね、えー、検討すべきだということで,であの言ったのはですねその石油元売り各社に対する補助の時に言われたようにそのユーザーが、うん 現にこれだけ下がったっていうですね値下がりの実感が感じられないようなやり方はもやめてくださいと、うん、どんなやり方にしても結局やっぱ下がったなという実感がないともう何兆円も多分使うことになるんですよこれから、うん、なのに国民から感謝されないし、うん、そう実感がなければ結局助かった意識がないから消費も増えないんですよ、うん、だから大事なことは国民の実感ですともっと言うとその料金表の 検診票の伝票ののね明細のところにここがゼロになったここがゼロになったってことを確認できる形でやってくださいって私あの請求書の明細表を持ってきましたから、はい、<laughs> あのこことここをまず再エ付加金がベストだと思うけどそれでさらに引き切れないような上昇があったら年長費のところね燃料調整費のところやって、うん、ただこれもう具体的にこ、ね、ゼロがゼロゼロゼロって並ばないとダメですよと。うん、例えば円のところが 1200円になっててもよくわかんないんでだからもうゼロが立つようにねわかりやすくやってほしいということは強く訴えました本当のこと言うと本当にいいこと言ってるんで岸田さんつまみ食いでもしてくれよとそうんですけどでも岸田さんなんか聞くだけ聞いてなんか今回ちょっとね本当まあ岸田さんとにかくね支持率回復の手段はもう変なことせずにね王道でいい経済対策をすることですで。国民は助かったな そしてその少し生活が楽になったなと思ったら必ず支持してくれますから。物価対策として重点を置いたのはエネルギー価格対策です。もろもろの物価高騰の一番の原因となっているガソリン、灯油、電力、ガスに集中的な激変緩和措置を講じることで。 欧米のように10%ものインフレ状態にならないように皆さんの生活を守ります。まず物価高から生活を守ります。家庭の電気代について1月から来年度初頭に想定される平均的な料金引き上げ額 約2割分を国において負担をいたします事業者に対しては再エネ付加金に見合う額を国において負担する措置を講じますガス料金についても同等の措置を行いますまた現在1リットルあたり30円30円引きとなっているガソリン価格の 引き下げを、えー、来年も、継続いたします、えー。これらにより、まあ、総額6兆円。平均的な、一家庭で。来年前半に、総額4万五千円の支援となります。あのー、まあ、ここまで来てるんだから。はい。投資予算に賛成したんだからね。 ちょっとは言うこと聞いてよっやいやさすがに検討しではなかったんですけど、はい、まあ,あの、ね、こういう関係は大切にしていきたいというあの記者さんなりの前向きな答弁があったと受け止めてますけどね。はい、では、はい、あのその経済の話中心にしてます、はい、柿野さんの方からちょっとバーナンキーの意義についてですね。あのまあ、というのは先日 FRB の元議長のバーナンキーさんがノーベル経済学賞を取った、はい 実務家が異例の受賞っていう変な報道がなされていてなんか日本ではなんかあのちゃんとした人がノーベル賞を取るような人が経済日中央銀行の総裁やってはいけないかのような空気が流れているちょっと柿野の方から玉木先生にご説明したいことがあるということで、はい、ぜひバーナンキ議長が本議長がそのノーベル賞を受賞したのは、まあ、その実務家の受賞で研究者のに贈られるのは普通のノーベル賞が実務家が受賞して極めて異例みたいな。 そんな報道が結構あったのですけれども、まあ、あのバーナンキーはあの非常に実際は優れた研究者でして、まあ、金,金融ショック、まあ、主に銀行の,、まあ、あの破綻とかそういうのですけれどもマクロ経済に及ぶ影響というのを、まあえー、解明したという、まあ、非常に画期的な業績がある方なんですね。 まあガートラーという彼の,あのまあ教同研究者と一緒に書いた論文なんかはまあ現在の,あの中国銀行のほとんどが使っているようなあの非常に重要なモデルだったりするわけです。であのまあた例えばその経済学のせ専門の,その書士の,そのデータベースであのバ,バーナンキの,あの論文の引用数っていうのを見ると、はい。 まあこれ大体20代から30代でして要するにあのそれよりも順位が高い人ってほとんどのノーベル賞をもらってるというそういう状況でして、ね、あのまあそんな実務家で異例なんていった報道はま全くえま,あまたはずれもいいところなわけですね。つまりアメリカではむしろ逆,逆にそのアメリカではそういうまあアカデミックな活躍をしてる方が、えー まあ評価されて実務、えー、でも活躍しているとそ,うそ,うそれが本当実態なわけです。えっと玉、えー、木代表はあのその、ま、バナキの,のノーベル賞受賞についてまずですね <laughs> 私もまあアメリカであの教育を受けたのでそのアメリカにおけるです、ね、このアカデミズムと実務の距離の近さというか、まあ、リボルビングドアみたいなこともあるので。 そこがですねまあその日本の場合は学者は造形の党で実務はですね官僚中心に逆に勉強全くしないというかあのそういう,こう目の前にあることをやっつけでやっていくというこの二分化されてる日本のシステムの方が異例で,、うん、でまあアメリカは特にそこが非常に近いというまああの非常に特徴的なところありますけれどもやっぱり理論と実務がねあのきちんと一体として回っていくことが私は一番健全だと思うしう、ね。うん 逆にこう、なんか理論のない実務もダメだし、で、実務を知らない理論もダメだと思うんですけど、それがきちんと、あの、ま、融合しているのがね、アメリカだしバーナンキーだと思うんですよ。で、あの、ま、例えば今、あの、財務長官やってるイエレンもですね、あの、非常に優れた経済学者ですし、あの、財務長官務めたサマーズだって、もそれはもう。 あの有名だしもあそこは、まあ、か家族みんな有名なんですけどそういうことが、まあ、当たり前に行われてるわけですよねだからあの、まあ、はっきり言ってですね日本が日銀の総裁とか財務大臣がですねそのドクターも持ってないどころかマスターも持ってないみたいな話はちょっとこの国際的な観点から言うと逆に異常で。 っていうかもう多分これからは通用しなくなってくると思います。あの、つまりアカデミズムの一定の例えば。大体もう共通の論文をみんな読んでるわけですよね。うんうん、で、そういう人が会議に出て、その基礎的な知識のベースの中で。あの、いろんな議論をしていくと。いうことがもう当たり前なので。あの、まあ、ちょっと、まあ。日本の、よくね、日本でもね。あの、メディアに登場する人に、なんか。よくエコノミストって言って。うん カカタタナででイトルついいてるる人がいるんですけどそのおよそアメリカなんかでエコノミストと名乗るんだったらまあせめてドクターかマスター持ってないと恥ずかしくて名乗れないですよねなんか株価のチャートを分析する人がエコノミストみたいになってるんですけどそれはちょっとおかしくてだから今回のバーナンキーのですねあの特に経済学のノーベル賞の受賞っていうのは相当まあいろんな。 緻密なあ,の論文の分析とかある種の経済学のトレンドをきちんと捉えていつもあの受賞されてますからあの非常に妥当だと思いますしあの逆にこういうことが世界で起こってるってことを日本のねあの財政政策や金融政策に準備されてる方はもっとそういう人材を世界で通用する世界の理論の中で政策ができるような人材育成っていうことをやっていかないと 全く通用しなくなっているという、その逆の意味の危機感を感じますね。うん、<laughs> ありがとうございます。いや、あの、ほ、ほほとんど、あの、馬場先が説明しようって、そういうこと、誰か言っていただいたので<笑><笑>。あの、ま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 さに、あの。だから、ちょっと、あえて言うと、う私がね、経済政策を、こう考えていく時も。その、クレーさんの意見もよく聞くんですけど。ありますやっぱり、それなりに、実は世界の、例えば、2016年のイエレンの論文も読んでます。私、あれ、まあ。日本語にまだ訳されてないと思いますけど。 であの多少ねそういう知的なその政策にポリシーメーカーとして関わる人間は、まあ、世界の,その経済学の今主流とか最前線で何が行われているのかっていうトレンドを少なくとも掴むような努力とかその元になる論文を読むようなことはねあのみんなやってるしそういうこと全くやらずに何かね非常に。 年末予算編成どうしようかとか <laughs> <laughs> この狭いスコープの中での部分最適を求めることを積み上げてきた結果ね、うん、その非常にこうへんてこりんな経済政策になってるしいくらやっても効かないんですよ、うん。ここを見直すすべきだと思いますね 政党の党首なのでもう国家の全体を見ていただくということをぜひお願いしたいなと言い続けて通い続けてきましたけれどもまあ中央銀行総裁人事に関しては柿野が提言したいということがありますので黒田日銀総裁の,、まあえー、あの任期というのはまあ残りまあ半年になっているわけですけれども、えーまあ、だ大体今いろいろな方の名前が上がっているわけですが。えーまあ ど,ど,どちらかというとかか官僚出身者の方の名前が非常によく上がっているわけですけども、まあこえー、先ほど今お話がお、えー、ししましたとおり、まあ、今回のノベーション受賞した、まあ、バーナンキーや、まあ、その今あのお話にあったイエレン、えー、あの今財務長官ですけども FRB の議場バーナンキーの次にやってますけども。えーと なんかもそう,そうなわけですけども、まあ、世界の、えー、中央銀行の総裁や理事というのは、まあ、ほとんど、えー、経済学の就寝後以上を持ってるのが一般、ねまあ、的なわけですね。えーまあ、国によってはほ本当にあの、まあ、世界から著名な経済学者をわざわざ呼んできたりするということぐらいや,やってるところだってあるぐらいなわけです。えーまあ、そ,そういう中であ、ねまあ、この我が国ではあの、まあ、だ何時に安倍政権であのあ安倍元首相があの、まあ、黒田さんを選んだと。 あの黒田さんは修士号をお持ちですけれども世界標準の、まあ、経済学を理解している方なわけですけれども、うんまあ、そういう、えー、非常に例外的な事例を除くと基本的に日本銀行と、えー、財務省の官僚出身者がたすきがけ人事というわれるそれをあの日銀と財務省と交互にやっていくというそれをずっとやってきたという、まあ、そういう人事観光がずっと続いているわけです、ねえー、まああの 国民民主党さんが訴えておられるような積極財政と金融緩和で高圧経済を作って消費や投資を活性化するというそういう考え方に基づいて結局最終的に賃金が上がっていくようなそういう経済を実現するということが目指しておられる姿だと思うんですけどもこれを実現するためにはやっぱり日銀総裁人事は非常に重要になると思うんですけれども。あの 日銀、えー、総裁人事についてあのご意見をお聞かかせいただけますでしょうかまあ今ね具体的にまだ与党からそのどういう人事かという提案がないんですけどいろいろなところに浮上しているのが雨、まあ、宮さんであったり中曽さんであったりで最近はなんかあの、えー、木下元財務次官と、まあ岡本さんとか事務次官っていうで<す>で、まあ、私はですね皆さん存じ上げてますけど まずもうこれだけのねその世界の金融がつながってその、まあ、変動相場制のもとでですね、えー、この一国だけでは金融政策も財政政策もできないようなある種の政策のコーディネーションがすごく調和,調和が求められる時代にね国内の組織と組織の人事で助けがけでやっていくようなことをしているような余裕は日本にはありません。 でまずたすきがけ人事って言ってもせせません <laughs> は日本にしかかないから <laughs> だからなんかなんかこうスイッチングデバイスみたいなそういう感じかもしれんけどそのまずちょっとそこはね今どういう人を選ぶこれねでもただ選ぶ側の政治あるいは政府の側にもですねそういう基本的な経済学の知識がないと。うん だから選ぶ側に判断基準がないし選ばれる側もたすきでどっちなんだ赤組か白組かっていうぐらいの話になってるんでね私はもうここは思い切ってですねあのそういうことではなくてあのまさにバーナンキさんに来ても明治時代にはですねお雇い外国人を雇ってきたというでも国際的なコーディネーションも含めて考えていけばですよ。あるいは 理論経済学にちゃんと基づいた金融政策財政政策をやるのであれば日本人の中にその人材がいないのであればですねまあ私がやってもいいんですけど国会議員やめなきゃいいけななんでここはですねバーナンキさんに来てもらうかあるいはですねあのもうイエレンさんに辞めてきてもらうということぐらいしかないんじゃないかなと。 いや本当私あの岸田さんに対して何でも反対ではなくてその本当に変な人を総裁にしていきなり経済政策が変になって短命政権で終わっていいんですかって言うと自民党の若い人はさすがにそれは厳し、まあ、選挙のことがあるので厳しいという危機感を持ってくださるんですけれども実は私はもう玉木先生のところ何回も来させていただいたのは政治家がいいことをやった時に褒めるというこれ以上ないほどリス,クだ <laughs> リスキーなことをやってあの特措法と日銀法で両方とも私が、ね 望む投票行動をしてくれたのは国民民主党さんだけだと言ってきたので是非自民党さんが変なことを言った場合はあの賛成するのか反対するのかっていうことをお聞きしたいんですけどそうですねこれはもうねあの少なくとも今の金融政策は当面続けないといけません。であのアメリカの状況とかとは全然違うのでだから、まあ、ちょっと国会の、ね、この前の審議見てても、まあ、一部の野党の方はですね 黒田やめろみたいなことを言ってたんですけど <laughs> やばすぎてあの今金利上げてたらじゃあ住宅ローンも上がりますし、うん、その中小企業ただでさえ結構コロナのあと金融資金繰り困ってるっていう中でね調達コストも上がるし何よりまあ財務省が今本当にあの財政出動しなきゃいけない時に金利上げてたら国債費の支払いが大きくなってますます禁止くなりますから。うん まあ、とにかく賃金上昇率がですね名目賃金上昇率が、えー、物価上昇率プラス2%ぐらいになるまではですね我々は金融政策財政政策はふかし続けるべきだとでちょっと何かあったらすぐね政策変えるから日本は今まで腰折れ腰折れでですね何の成果も出せずに来たんですけど最近の黒田さんの発言はある意味ですね腹が据わっていてあれは間違っていませんから。だからむしろ 財政政策の方がですね不十分というところなので本当の意味での金融政策と財政政策のですねコーディネーションやってもらいたいしそんなこの ISLM 分析したら当たり前なのに、うん、多分その ISLM、まあ、みたいなことを基本的な、まあ、ISLM は単純モデルすぎるとかマンデル・フレーミングモデルも単純すぎるって言われるもののですねただその そもそもそういうことを知ってるかどうかっていう上で批判を受けるかするかっていうのと全く知らないでなんかあへんてこなその金融政策財政政策になるのとは全然違うのでこのまま行っちゃうとですねなんか見た目黒田さんけしからんからけしからーんとかなったりとか帰ろうとかなってもうますます混迷をですね深めてしまう可能性もあるので財政は緊縮そして金融は引き締めに行くとかね で円安だけがおかしいといってそこだけ見てるとその政策的にはそうなっていくんですよだからそのものすごいですね雇用と賃金にマイナスなことが今後起こりうる可能性があるので。 それ全力で阻止したいと思いますねぜひそこはよろしくお願いします、はい、岸田さんなんか日銀総裁になる人があの金融緩和続けますんでって言ってなんかそれで騙されちゃっていきなり引き締められたみたいな小泉さんみたいなことになりそうな嫌な予感がするのでぜひそこは玉木先生の方からもう強く岸田さんどうですかねいや見立ては見立てえー、っとあのまあはっきり 現時点でよくわからない方を指名するということをやってしまうとそうなるリスクというのはやっぱりあるということは間違いないと思いますからあの要するにちゃ,ちゃんと政策を何,や何をやりたい人なのかっていうのはわからない人を なんとなくその大丈夫だろうと黒田路線を継続するだろうっていうのを任命してしまうっていうのは極めて危険で黒田総裁がおっしゃってた23年は金融緩和を続けて賃金上がるような状態を作っていくっていうその好循環を生み出していくというところになるまでちゃんとやってくれることがはっきり分かっている。 えー、ちゃんとそういうことの理論的な根拠が分かっていてあなんか国会議員がわーわー騒いでるからじゃあじゃあじゃあみたいな世論がわーわー騒いでるからじゃあじゃあそれに従ってなんかやっちゃおうみたいなそういういい加減じゃない人をあのち,ゃちゃんと見識のある方を選ばないとやっぱりいけないなということをやっぱり思いますねうですね。 私なんかもう若田部副総裁の昇格一択であちこちで言いまくってますけど一択ですよねほんとそこはもうあの栗山さんブレないはい<の>もう若田部一択ロスで一択でずっといいもう,、うん、もう週刊誌を私物化して言い続けてますんで私はもうバーナンキで, <laughs> <laughs> でええほんちゃんとした金融政策をやっていただくでも国民民主党が掲げている、まあ、給料が上がる社会で玉地先生があの演説でも給料が上がる社会実現したら死んでもいいってあれは本当に感動的でしたので そこに向けてで実際にもう全国キャラバン、はい、あの47都道府県当社自ら回るということをやってらっしゃいますけど、はいはい、その反応についてぜひの聞かせていただければい選挙の時よりも集まってくれるの場所もあったり <laughs> 選挙の時いや,本当 <laughs> いやだからねそれはありがたいだからもう多分、まあ、昔だったらねその組合の動員とかでバーッと集めるんですけど、うんまあ、平時なので、はいまあ、声はかけますけどそんなに動員かからないんですけどむしろツイッターとか。 玉北キャンデル見た人が来るっていうのは、そういう意味では若い人だし、やっぱ真剣に聞いてくれます一番関心あるのはやっぱりね経済政策ですよ。はい、で、やっぱり本当に多いのはね奨学金借りてでもこうちゃんと返せるね給料をきちんと払ってくれる会社に就職できるのかとか、そもそも日本においてはねもう賃金上昇って見込めないんですかどうなんですか？なんとか給料上がる社会に戻してくださいっていう声はね。 もう多数聞きますよあとはまあさっきの博士課程で頑張ってんだけどねアメリカとかとった博士課程だったらそれなりの待遇と処遇があるんだけどもうまず研究環境がボロボロだし、うん、で就職したってね変わり者扱いされるとほんもう4年生大学卒ですぐ就職しないともうその時点でねなんかレールから外れて変わり者みたいなでそういうことも見直してほしいっていうもうねほんとだから日本が抱えてる今の課題をね 若い人は全部なんかねかぶって、うん、でそれじゃだってだっていうことをね訴えに来てくれますね、うん、ほんとい,、うん、いや本当実は10年ぐらい前からもう近代政党はもうちゃんとそうやってタウンミーティングとか街頭演説やって、はい、国民の声を結集して国政に生かすべきだということを訴えていましたので、はい、それをやっていただいているというのは大変ありがたいな,そうなんでです3つね私の中で訴えているのは、はい、やっぱりあの 党員サポータータとか支援いただいている人の関係をですねもっと密にしたいと、うん、で我々には恥ずかしいんですけど今までもう連絡手段はね手紙と往復はがきしかなかったんですよ。はい、<laughs> でこの福岡行ったらもう玉木さんで往復はがきが使わないと、うん、メールと LINE でくださいって言われてでただそういうことができてない、うんうん、だから DX 化しようとかね政治がよく地方公共団体とか、うん、あるいは。 あの民間企業にも言うのに、はい、足元が全くできていませんでしただから、まあ、民間でいうそのカスタマーリレーションマネジメント CRM みたいなものもね高度化していく必要があるしあとやっぱり地方議員を増やしていくと、はい、これがねやっぱり重要でそういうタウンミーティングもしながらねその中から「我こそは」と言ってその応援するだけじゃなくて自ら地域でその政治を担っていくそして国民民主党の考え方を広めていくそういう仲間をね、うん、来年春の統一地方選挙に向けてですね 増やしていきたいです。候補者発掘も含めてですね。今全国を回ってます。はい。いや、あの。立憲民主党とのくっついていかないという。こうなれ違って、事務局ものすごく大変だったという聞いてますけど、今はどうですか。いや、今も大変です。大変,です大変なんだけど、だからこそですね。うん、デジタル化 DX 化なんですよ。うん、で。その、そういう、まあ。少ない少人数で効率的な仕事をするって意味ではね。まさにデジタル化が一番役立つし。 あの情報発信の手段も今までとは変えていくもうそれは少ない人数で全部はがきとかあの切って貼って送ってたらもうたまらんわけですからはい、はい、まさに DX 化が求められているので効率化しながら少ない人数でより高いパフォーマンスを出せるようにしていきたいと。はいまあ、私ははずっと政政治治国会議員政治家だけに任せておく べきものではなくて、もう国民があの自分で参加するような意識を持たなければダメだというふうに言ってましたあ、それはねまさに演説で今言っていてね、はい、国民民主党はもう胸に刻んだことがありますと。それはもう国民民主党は議員だけの政党ではありませんということ。あ,あ、これもう実感です。うん、だって衆参の国会議員20名、はい、地方議員200名、はい、220名でやれることは限られてますから。うんうん、もう何万人というねご支援いただいている皆さんの知恵と。うん またいろんなアイディアを生かすことによって初めて我々は近代政党に進化していけると思ってますはい実際に東京大学新聞ですごい人気だったであとチャンネル登録者数たまちチャンネルも,もう13万人に達して地道にずっとやってきて、はい、地道に木を照らわずにやって最初はもうクソリップだらけでしたけど <laughs> 以前やったらですね <laughs> もうコメント欄も閉廷されてですね、はい、なんか変なこと言ったらねそのねあのねあ ユーザーの方がね消してくれるんです「そんなことないよちゃんとこういう証拠があるよ」とかって言ってね、うん、だからあのなんかこう自主規制団体じゃなくてこれなんか事情あの事情作用が働くコメント欄になってるので、うん、安心して見てられます。はい いや本当にそのまあ日銀総裁尋を私は全てだというぐらいのつもりで重視して本当に岸田さんがうまくやってくれれば私は応援しますでいや変なことをやるんだったら変わる人を探してますとずっとそれ言っててまだ私はそのことがで岸田さんへの態度を決めようと思ってるんですけれどもど本当に岸田さんが今上がっているような人を入れた時にもうまともな野党がないともう有権者はもう地獄図になってしまう結局今までの55年体制の歴史は自民党がどんなにひどいことをやってももっとひどいや しかないので自民党で我慢するしかないから自民党が悪いことをどんどん続けていくっていう歴史だったので、まあ、そういうことを踏まえて国民民主党さん頼,頼もしいと思っておりますのでこの臨時国会でどういうふうな望む態度で臨むのかということを旧統一協会の問題がもう本当に話題の中心になってますけどまあそれがあの重要じゃないとは言いませんし我々もしっかり党内で議論していますが。あの 同時にですねやっぱりねこの経済に対してもっと危機感を持って全ての政治家全ての政党が望まないと相当にはまずいですこれは本当にあの。日々円安進んでますよねとかって言ってあのその奥底で進行している構造的なですねその日本の劣化とその国際競争力の低下っていうのは、まあ、非常に深刻だと思いますんでね。今こそ英知を結集して あのまともなですね適切な経済対策であの日本人が持っている本来の潜在力を引き出すようなねこんなに真面目で勤勉な人がたくさんいるのにんで我々でね賃金は下がるや GDP は減るはあの自国通貨が落ちていくんだっていうことをね見なきゃいけないのかと、うん、これはね国民は間違ってませんし、うん、皆さんは一生懸命今でも働いておられますよ。 それをその日本人が持つ潜在力を生かすその仕事をするのが政治家なんですよ。でそれが政策という手段ですから、うん、特に我々は経済政策ですねここにですね、まあ、力を込めていきたいと思いますし、まあ、とにかく日本のまずは短期的に需要不足になっていることを解消してですねで潜在成長率にきちんとその実力ベースのなるのことをそもそもあと中長期的に。 日本のですね潜在成長率を上げていく実力を上げていくということを併せてやっていきたいとそのためにやっぱり我々一番重視しているのがですねやっぱり人づくりこそ国づくりだということでも教育や子育てや科学技術には惜、ね、しみなくお金を使いということをですね 特に強く訴えていいいきたいと思いますねい本当にそこでですね、はい、あのなんか一応ううあのノイジーマイノリティの野党が統一で大騒ぎしてて与党があのちゃんとしたことやらないであの補助金の変なところにだけばらまいて気が付いたら密室で日銀人事が決まっていたなんていうことは本当に目も当てられないので是非そ,<う>そこであの国民としては確かな選ちゃんとした選択肢が欲しいと思って、はい おりますので、はい、で、もう玉置チャンネルとと,ともに、チャンネルクラらの登録の方も。よろしくお願いします。チャンネルクラよろしくお願いします。<laughs> ということで、玉置先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。日本には、近代政党が必要だ。近代政党というからには、ちゃんとした、あの、シンクタンクがなければならない。全く、これまでと違った局面に、ま直面しているではないのか。 その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって実は、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。